どうもこんにちは、世界的 VIP ゲーです。まあ、時計とかね身につける方っていらっしゃると思うんですけども、もともと僕ね時計一切身につけてなかったんですけども、スマートウォッチ、スマートバンドとかいろいろあると思うんですけども、そういうのが安く手に入る環境になってからですね常に身につけております。今使ってるのがフアウェイのですねバンド6っていうねものでございます。サイズもね小さすぎないし大きすぎない非常にいい位置にあるバンドだと思うんですけども、基本的に時計みたいですね。例えば万歩計みたいに今日1日何歩歩きましたよみたいなのが見れるじゃないですか。その他諸々いろんな機能があるんですけども、今や手放せないものとなってます。そんな中ですねフアウェイバンド6もう1年半近く使ってるんすよね。というわけで飽きてきたっていうのが本音なんですけども、そろそろね新しいものに切り替えてもいいんじゃないかなというわけで新しいの買いました。こちらでございます。またまたですね同じくフアウェイのですねウォッチ GT2 っていうねものを買いました。今度はねスマートウォッチでございます。非常にこのデザインかっこよくないですか。早速ちょっと箱開けますね。オープン、パカ、あー来ました。見てこのデザインかっこいいね。中身はこちら、なんかいろいろ書いてある冊子、充電スタンド、タイプ C ケーブル、そして本体こちらでございます。うおーかっこいいっすね。こんな感じで、まあ、いかにも時計っていう感じのデザインですね。で一応ですねこのボタンが2つありますね。まあ時計でいうところのリューズですよね。電源はどうやってつけるんでしょうか。これかな、こっちかな。あ、つきました。フアウェイ来た。いいね。まあ、おそらくこういうウォッチ系のってペアリングしないと使えないですよね。というわけで、はい、もちろん日本語あるよね。あ、ありました日本語。はい、あ、やっぱ来た。ペアリングしてくださいということで、 Bluetooth 開くとですねこんな感じでその他のデバイスのところに出てきました。でそうするとこっちの時計の方もペアリングしますかみたいなの出てきますんで OK。 はい、今ペアリング中です。ペアリング完了。はい、ペアリング中の表示が出ました。で OK。 はい、 OK。はい、OK。 全部 OK にしましょう。で一応ねファームウェア更新っていうのがあるんで、まあちょっと動画中にやると長くなりそうなんで後でやります。はい、こんな感じですね。デザインがね見てかっこよくない。このね青表示っていうのが素敵。もちろんですけどもスマートウォッチ使われたことある人わかると思うんですけども、ウォッチフェイス結構ねたくさんあるんで自分の好みのものにね変えられるんじゃないでしょうか。はい、まあいろいろですね、機能追加とかできますし、まあヘルスケア機能ですよね、取れますし、睡眠とかのデータも取れるし、まあ天気予報ね、気軽に見たいなと思ったら見れますし。で、前のね、バンド6と比べると、ディスプレイが大きいので、まあ見やすい。そこいいっすよね。でね、端末自体でこうタッチパネルになってるんで、いろいろね、細かく見ることができます。音楽再生とかもねできるっぽいですね。でここの上のリューズを押すとワークアウト機能が立ち上がるって感じですね。で睡眠のデータ見たければここで見れますし、ストレスが今どんな感じなのかっていうのも見れます。でこれ面白いのが Bluetooth で繋ぐとなんか電話できるっぽいですね。スピーカーがついてんじゃなかったかな、確か違ったらごめんなさい。なのでまあ面白機能としていろいろできるんじゃないかなと思います。でウォッチフェイスは登録しておけばこのね時計の本体の方からこういう風に変更することが可能になるので、まあ自分のねお気に入りのこれだっていうものをね選んでおくといいかなと思います。僕もちょっと後からいろいろと細かくいじっていこうかなと思います。でもやっぱりね一番いいのはこのアナログ時計ですよ。なんかアナログ時計めちゃめちゃかっこいいっすよね。で基本的に僕スマートウォッチの使い方って1日何歩歩いたとか見るのもそうなんですけども、時計としての機能なんですよね。だからバッテリー持ちっていうところに非常に重点を置いていて、例えばそうですけど僕昔アップルウォッチ使ってましたけど、あれバッテリーマジで持たないですよね。もちろん今のやつは進化してて昔より持つとは思うんですけど、それでもね持たないと思うんですよね。これ2週間ぐらい持つんでそこも大好きです。ちなみに今回はですね 46mm タイプ買いました。スポーツタイプみたいな感じですね。もちろんね他にも種類があって結構かっこいいタイプもあったんで、そっちがいいっていう方も、まあ、多いかなと思うんですけども、僕このねなんだろういかにも時計っていうのが久しぶりに、ね、使いたかったんでこれにしてみました。で設定表示見てみるとこうイヤホンっていうのがあって、どうやらイヤホンと接続して多分イヤホンで音楽聴けるっていう機能だと思います。
すごいハイテク機能ついてますね。で、表示に関しても、文字盤変えたり、明るさの調整とか、いろいろね、細かくできます。で、あとね、いいなと思ったのが、機能ボタンなんですけども、好きなね、機能を割り当てることができるんですよ。例えば、メッセージを選択しておきます。そうすると、ここのね、下のボタンを押すと、メッセージが立ち上がります。こんな感じで。だから、よく使う機能を、ここにセットしておけば、すぐアクセスができるので、そこはね、非常にいいかなと思います。はい、というわけで今回ですね、1年半ぶりにスマートウォッチをね、変えてみました。まあね、ピクセルウォッチとかもいいかなと思ったんですけども、まあちょっとね、お値段しますし、やっぱりね、フアウェイ好きなんで、OPPO とか Xiaomi もあったんですけどね、まあそれはまた今度ということで。というわけで今回ですね、ファーウェイウォッチ GT2 買いましたっていうお話でした。お疲れ様でした。